こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちらです。仮面ライダードライブ超絶運転デラックスハンドル剣。ハンドル剣よりもこちらのタイプワイルドのごつさが気になります。そしてハンドルです、まんまですね。ついてるシフトカーはシフトワイルド、武器にハンドルがくっついてるってだけでもかなり違和感を感じます。ハンドルから剣に変形とかはあったんですけどもね、結構ハンドル自体も実写は硬いのでドンキとしても使えそうな気がしますけれどもね、どうでしょう。インナーボックスはこちらです。ボール紙に説明書が貼り付いて、中のボックスには3つのパーツで分割されてます。まずはハンドル、これ本当そのまんまですね。トライドローンのハンドルみたいですね。本当になんか乗ってる気分が味わえます。裏面はこのような感じですね。ジョイントがついてます。シフトブレストの大きさ比較はこんな感じです。続いては本体、手に持った感じが非常に軽いですね。はい、こちらが本体です。刀身が短いですね。子供が持つにはいいかもしれないんですけど、大人が持ってしまうとダガーのような感じ。そしてここの穴にハンドルの突起をはめ込んで完成。ハンドル剣、ハンドル回すとスプリング機構で真ん中に戻るようになってます。回して中央にビヨヨンというのは結構心地いいですね。続いてはこちら、付属のシフトカー、シフトワイルド。裏面の認識ピンはこのような感じです。番号が013、成型色はシルバー、そして黒。変形させた後はこのような感じです。シールはドライブのロゴです。フロントのボンネットの形状とかかなり力強い走りをしそうですね。シフトスピードと比べますとこのような感じです。やっぱりシュッとしたデザインのスピードに比べてワイルドの方はフロントフェンダーが膨らんでいるようなデザインですので、アメチャって感じがします。テール周りはかなり違いますね。でもテールランプの形状とか、あと噴射口、マフラーでしょうか、こちらの形状も基本的なデザインは一緒です。スピードとワイルド、早速2台が揃ったわけなんですけども、非常に対照的な2台です。シフトワイルドの音声です。電池は単4電池2本使用です。蓋はネジ式です。そして電源オン。電源オンで喋るのっていいですね。そしてグリップのボタンを押すと攻撃音です。切りながら押すと気分に浸れますね。ここについてるボタンと反対側のこのボタン、これが
ハンドルと剣の分離のボタンです。取るのはかなり硬いです。そしてハンドルを取って正面から見ると車両のフロントマスクみたいですね。ハニカムな造形もそれっぽい雰囲気を出していて非常にかっこいいです。タイプスピードとは対照的に黒ベースに赤ラインですので締まって見えます。そしてここにはシフトカー装填して押すスイッチですね。裏にはスピーカーと赤外線の発信機です。やっぱりハンドルがついてないと非常に軽いですね。そしてここの横のボタンは装填したシフトカーのロック解除ボタンです。シフトカーを抜くときはこちらのボタンを押しながらですね。ジョイントの中心にもボタンがあります。ハンドルを取り付けてと電源を取って中央ボタンでクラクションです。耳に単純ながらもこういうクラクションというのは楽しいですね。ボタンを押して音が出る、それだけなんですけれどもかなり楽しいです。そしてこのハンドルの傾けた時の戻りもその気にさせてくれますね。続いて大きさ比較です。こちらがハンドル剣、そして記憶に新しい仮面ライダーガイムの無双セーバーです。比べてみると無双セーバーの方が長いんですよね。ハンドル剣を横にしてみても歴然です。本当にダガーのような感じですね。安全性もあるんでしょうけど、もうちょっと長い方が嬉しかったかなと思います。そしてデラックストライドローンと比べると全長は似たような感じですね。先ほども鳴らしたんですけどクラクションですね、中央ボタン。そしてハンドルを曲げるとハンドル切った方向の LED ランプが光ります。左に切ると左の LED ランプが光ります。ハンドルを回してからボタンを押すと攻撃音が変化します。3回ハンドルを90度回すと U ターンになります。向きはどちらでも大丈夫です。ハンドル回してクラクションボタン、そしてグリップのボタンを押すと攻撃音が変わります。ハンドル剣単体での操作は以上になります。次の動画ではシフトカー、そしてドライブドライバーを連動させた遊び方紹介いたしますのでよろしくお願いいたします。トイハッピーでした。